こんにちは、しげしげです。ミオン降臨を山本源流祭茂国でやっていきたいと思います。はい、まずバトル1ですね。回復ドロップを作ってくれますのでアンタレス使っていきます。で、1列と不要色ですね、消していきましょう。はい、でこの次、コンボ吸収5コンボ以下吸収ですので、まあ安全に山本源流祭使っていきましょう。1コンボ加算がね2ターンかかるので非常にやりやすくなるかなとは思います。まあ、こんな感じで、はい、手元でも6コンボ組めてたんですけど、まあ念のためですね、椿のドラゴンキラーが、刺さる敵が多いので比較的楽に抜いていけるかなと思います。はい、不要色もちゃんと消していきましょう。はい、列を組んでいきます。で、今クリシュナのアシストが溜まったんですけど、これはあれですね、アリババの三色陣を継承しております。はい、アンタレスの神キラーが刺さっております。で、ここですね、根性をうまく外したいので、1列と3コンボはい、これでちょうどよく、はい、半分いかないぐらいですね。で、この3色陣を使ってくるかと思いますのでここから組んでいきます。はい、 OK ですね。で、ボスバトルです。1コンボしましょう。はい、で操作時間激減と5コンボ以下吸収ですので、クリシュナに継承していたアリババを使って、色が足りなそうならアンタレスもしくは椿もしくは山本使ってください。まあこんな感じで、はい、コンボ加算も乗るので6コンボ以上出せれば倒せるかと思います。はい、ということで結構楽に攻略できますのでやってみてください。ご視聴ありがとうございました。